おうちで見るライブ1周年記念ライブ第2部、久々にバンドです。コロナ禍でですね、いろんなものが中止になってしまって悲しい気持ちになるんですけれども、せっかくだからこの悔しさをみんなで一緒に吐き出しましょう。